4月、ナショナルチームの練習場は新体操ヨーロッパ選手権を前に緊張感が高まってきました。30カ国が参加するこの大会はオリンピックの前の最も重要な前哨戦です。ブルガリアのライバルソビエトも参加します。ロブバ監督は選手たちに1日4種目合わせて60回近くの演技を求めるようになりました。ミスをした部分は何十回も繰り返し練習しなければなりません。すでにオリンピック用の演技を始めてから5ヶ月が経っています。選手は今心の緊張と戦っています。去年の世界選手権で見せた全種目満点の演技が今回も期待されています。そしてさらにロベバ監督が要求するより完璧な美しさにも応えなければならないからです。10点満点を超えて上り詰めること、これがブルガリア新体操の求める道なのです。パノバ選手がナショナルチームに入って5年目の春、そしてソウルオリンピックで引退する彼女にとって最後の春でもあります。世界チャンピオンの座は重くのしかかります。パラノネカクシイマフノゴパゴラマアンビチェда играя добре, да се харесвам на публика, на другарката Робева и така нататък. Сега може би тази амбиция премина в отговорност. Какво мислиш, че Нешка се опитва да възпита в тебе чрез художествената гимнастика? Ми, тази красота и това, че хората трябва да бъдат истински във всяка една минута от живота си. Да бъдат те. ロベバ監督も今度のオリンピックを機会に引退する気持ちが固まっています。監督になって12年、パノバ選手は自分の理想を実現させる最後の選手なのです。за съжаление художествената гимнастика си остава спорт и преди всичко за нашите успехи се съди по това дали ние сме победили или не сме, дали златните медали са при нас или не са. Но аз не бих могла да остана в този спорт само за да уча момичетата на жонглерство или на определени сръчности с уредите. Винаги ме е вълнувала мисълта, човешката мисъл. И откакто се помня, съм мислещо същество и точно заради това. Защото това е най-добрият начин за мен да изразявам мислите си.
半ば、ブルガリア新体操ナショナルチームはヨーロッパ選手権の行われるヘルシンキに向けて出発しました。空港には家族全員が見送りに来ました。ヘルシンキです。第6回新体操ヨーロッパ選手権大会は5月の19日から4日間30カ国が参加して開かれました。今年の大会はライバルのソビエトが次々と10点満点を出し、激しい戦いになりました。ソビエトの新鋭、16歳のティモシェンコ選手の演技です。ティモシェンコ選手は40点満点、完璧な演技を見せました。パノバ選手もこの時まで3種目とも10点、30点満点できました。最後は棍棒の演技、別れの曲です。パノバ選手は個人総合で5位に落ちました。大きな大会では初めてです。ロブバ監督がオリンピックのために選んだ曲は別れの曲でした。この曲はパノバ選手が監督と共に過ごした5年間の
最後の曲でもあります。パルバ選手はオリンピックに向けて再び練習を始めています。オリンピックまであと1ヶ月を切りました。パルバ選手は金メダルを目指してこの別れの曲で試合に臨みます。